採石場の霊露店の古物店が併設された、採石場、ビニー・ソイニーズ一種の採石場、エノ欧州採石場とは、鉱山の一種。主に、花崗岩などの岩石、石灰石などを産する。鉄鉱石などの鉱山と異なり、石材など精錬を必要としないものを産する、鉱山を指す場合が多い。大型の石材を産する場合、石切り場とも呼ばれている。 主に、加工岩などは、破壊し、石組みなど、大型の石材に利用され、石灰石などは、工業原料などに利用される。日本では、採石法により、対象となる、岩石が規定されている。第2条この法律において、岩石とは、加工岩、千緑岩、岩、無霊岩、観覧岩、岩、庭、火岩、気力岩、素面岩、安山岩、玄武岩、 歴眼、砂眼、血眼、年番眼、業界眼、変魔眼、地矢、門眼、結晶変眼、ベントナイト、酸性白土、窮層土、透石、雲も及び昼、石を言う。トンネル上の採石場の場合、過去に採石された後放棄されたものが多数ある。放棄された後、風化が進み、直上の土地が落盤により陥没する。近年、陥没事故が多発し、 問題視されている。石を散するために大規模な葉っぱをかけることがある。これによる振動が地震系に影響を与え、小規模な地震と検知されることがある。放置すると、湯水や雨水が溜まり採石跡と異なる。ありがとうございます。